l v s 2 0 0はかつてロシア連邦のサンクトペテルブルクに存在した輸送用機器メーカーのペテルブルク路面電車機械工場が製造した路面電車車両71から152という形式番号も有するループ線が存在する都心や郊外の路線に適した型運転台の電車ペテルブルク路面電車機械工場製及び ロシア連邦製の路面電車車両の中で初めて量産された超低床電車でパイオニアという愛称で呼ばれることもある。二車体連接式の編成を有するが、中央部の付随台車は運転台が存在する前方車体下部に設置されており、後方車体の方が全長は短い。動力台車が存在する箇所を除いた車内の60%が、 床上高さ3 6 0ト、mm、ルの低床構造になっており、4箇所の上高扉の内中央2箇所の両開き扉は低床部に設置され、車椅子利用客向けの収納式スロープも搭載されている。主電動機は従来の直流電動機よりも信頼性やメンテナンスの容易さ、軽量化に適した誘導電動機が用いられているほか、制度装置には 電力が回収可能な回生ブレーキが採用されている。車両の対応年数は20年を想定している。2019年現在、LVS-2005 が使用されている路面電車路線は以下の通りである。ありがとうございます。